スメラは、ノルウェーのムーレオロムスダール県にある、基礎自治体。北モーレ地域に位置する。行政の中心地は、ホーペン村で、他に、デュルネスロケとバイホルメンの村々がある。1960年1月1日に、エドイ・ブラッドベールホーペン各市が合併して、誕生した。当時の人口は4046人であった。市名は、最大の島であるスメラ島から取られた。 これは、このルド語で、欠片や、クズという意味で、島を取り巻く、何千もの島書に由来するとされる。師匠は1989年に制定された。描かれた庭のかもめは、島内のコミュニティを表す。ノルウェー国教会は、市内に三教区を置く。いずれの教区もムーレ市教区に属する。バイホルメンの漁村、クリスチャンスントツト,トナの北に位置し、 スメラ島と3000以上の当初からなる。214平方キロのスメラ島はかなり平坦で、最高地点も海抜63メートルしかない。大部分は沼地と断崖で農業に向く土地は全体の5%に限られる。ベルリン工科大学測地学研究所の科学者は、プトレマイオスの古地図を交差し、現代の地図と比較することで、伝説上の地名の童定を試みた。 その中で彼らは神話に登場する土地トゥーレをスメラと推測している。2002年9月5日、国王ハーラル5世の支援による20機のにメガワット風力発電機からなるスメラウィンドファームの創業開始がスタッドクラフトから発表された。これは風力計画の第一段階で将来的には最大発電量を110メガワット以上にすることが構想された。 2005年9月には第2段階として48機の2.3メガワット風車が加えられた。最終的にこの風力発電計画は68機の風車を要する欧州最大の風力プロジェクトとなった。ウィンドファーム内の総発電量150メガワットはノルウェー国内の風力発電量の過半数に達する。 年間の発電量は4 5 0ット時で22,500世帯の消費電力を賄える。ありがとうございます。